欲しい。全身コーデみたい。見せられないね。こんな。こんな。イエーイ。こんな感じ。パーカーだよー。さっき振り固めをしてきたんだよね。してきたね。頑張って踊ってきたよ。そう。いい感じ。雰囲気変わったって光。雰囲気変わった？うん。それはいい意味ですか？いい意味ですよ。いい意味ですか？うん。やった。大人っぽくなったって。いや、大人っぽくなったよね。かわいいかわいいかわいい。ありがとう。かわいい。ユニバ。おお。待ってまーす。ユニバね。楽しみ。いつだっけ？3月とか。3月だっけ？うん。2月、3月か。3月の。いつですか？12、13、14 どこだ？そこら辺ですね。適当適当待ってます。アトラクション早っ、うん、早い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 。あ、そう、 CM あ、ね、ありがとうございます。ね、可愛かった。めっちゃやだ、可愛かった。私 LINE 送っちゃったもんね。うん、すぐ送って、お疲れ様って。すぐね、かわいくてかわいくて、うちの子がうちの子かわいいですよ。なんか、いや、なんか動画とか見てると自分の広告が流れてきて恥ずかしい。あ、見ないもんね。嘘、かわいいよ私。見ちゃっちゃ、全部見ちゃった。かわいい、全部見たね。そう、 CM いいよね。ね、ほら、いいって言ってる人いるよ。エピソードが確かね、初々しい初恋みたいな。そうそう、そういう顔を ね、そうしてねっていう。かわいい、かわいかった。めっちゃ笑っちゃうもん。かわいくて、ね、いや大変だったんだよ、撮影。なんか、うん、本当に早朝に、うん、そのまだオープン前に、うん、その、うん、あ、そうだよね、フライングダイナソーかな、うんうんうん、あのこうなるやつに乗って、うんうん、はいはい、もう本当に、あ、ちょっと体調が悪いかもしれないですえ、苦手だっけ。いや、フライングダイナソーだけはちょっとね、本当に足ブラーンってなるしね。本当に大変だった。そう、でもね、朝一やばいね。うん、ユニバ久々に行ったから。いいな。1回行ったことあるかな。うん、1回くらいしか。スパイダーマン乗ってよスパイダーマン、ハリドリはね、楽しいの。そう、ハリドリってなんか音楽、ああね、そう、流れて、なんか自分で変えられるやつ。うん、そうそう、ね、選べるの。曲乗ってみたいの。クールのお話聞きたいだ。クールクールどうでしたか、皆さん。私大好き、あの MV。 これでしょ、うちらといえば。そうだよ、これだよ、一緒のやつ。愛されね。ねえ、楽しかったよ。楽しかった撮影、うん、楽しかった。なんだあれ、アテンションプリーズのやつ。ウェイトレス、ウェイトレス、そう、ウェイトレス、ウェイトレス、うん、あの衣装可愛くて好き。そう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 、可愛かった。どうでしたか、ツインテール大量発生ね。ツインテールね、大量発生しましたね。こうか、ね、おてんのツインテールもさ、珍しいから。ほんとだよ、あんな高いツインテール。かわいかったあれもうでも MV やるかな。どうだろう、どうでしょうか。なんかできる曲がそんなないよね、ツインテールで踊れる曲がないから。やってみました。確かにね、やってみちゃったツインテール、ツインテールに意味あんの。だってなんかツインテール、でも髪をこう縛って踊るっていうダンスだったので、うん、縛りやすかったです、ツインテールは。そう、でしょうね。そんな、なんかね、指定は別になかったんだけど、ツインテールがね、大量発生したっていう。くるくるツインテール可愛かった。あ、可愛かったね。レナーとアキホやってたね。うん、私はできない。短いから。可愛い。こうやって頑張って集めてましたよ。確かにね、短いとね、うん、光もかりもできない。できない、頑張ってたな。私あのシーン好きだったかりんと向かい合ってこと。ああ、
スプーンとかフォーク持ってね、決まって何あれあれね、あれ何のシーンなの、ね、そう、うん、なんかメッセージでも書いたんだけど、捕食のシーン、捕食ってわかる、あの、うん、お互いを狙ってる、こう食べようとしてるみたいな、え、こういうシーンで、カリンボナイフ持ってて、え、怖っ、そう、うん、こんなこんな目してやってました。映ってないんだけどね、あんまり。怖いですね。そう、怖いシーン、ちょっと奇妙なシーンです。独特な世界観だよね。そう、でも私好きだな、あの雰囲気、うん、大好き。あれいいよ、ガンギマリヒカリン。それな、そう、アニメーション可愛かったよね。可愛かった、踊ってたよね。これやってた、これやってくれてた、ね、めっちゃ嬉しかった。やってたやってた、そうそうそう。ガンギマリめっちゃめっちゃガンギマリンって書いてガンギマリン、ガンギマリン捕食、てんちゃん捕食ってわかるの、だって捕食、うん、でも今のご説明、うん、今のでわかった。いやいや、クール最高、隠してくれてるね、クール最高でしょ。クー、あ、クー、動画出したね。ん、動画、どうでもいい、してこういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、あー、トークね、そう、トーク、ぜひトークに。明るいよね。あのアキホ好き。え、アキホやばいよ。やばいよね。めっちゃいいよ。めちゃくちゃいい。いい表情してる。超かっこいい。世界観に合ってて。アキホかっこいいよね。師匠。撮影大変だった、だって。でもずっと踊ってたかもね。うん。楽しかった。うん。楽しくて終わりました。なんか楽しくて終わっちゃったな。うん、レストランなんですけど、うんうん、実際の外になんかハンバーガーが売ってて売ってたね。そう、それ食べた。なんか私食べれなかったんだよね。あ、食べれなかった。そう、早かったよね、終わるのが。そう、2時とかにね、閉店して、ね、うん、終わっちゃったから食べれなかった。そう、私その日の一発目のお客さんです。もうね、2日間撮影があって、1日目もいたんですよ、うん、でも1日はみんななんか様子見で、うん、なんかどうしようみたいな、うん、みんな行くかなみたいな感じだったんですけど、2日目はね、いやもう絶対今日は食べたいと思って食べちゃった、行きました。うん、何バーガー食べたん？チーズ、うん、はあ、美味しそう、食べればよかった。お、夏の近道見たよ。見たよ、可愛かった、本当に可愛かった、みんな。かっこいい、かっこいい、ダンスかっこいい。そうそうそう、なんか青春って感じなのに、うん、めっちゃ桜感あるよね。うん、桜感あっていい、いいね、素敵。衣装可愛かったし、衣装めっちゃ可愛かったね。サンキちゃん可愛い、可愛い、可愛い。あ、遠藤いるじゃんね、リコちゃん。あ、そう、リコちゃん、リコちゃんかわいい、リコちゃんかわいい、赤ちゃんね、赤ちゃんね、かわいいよ、ないでしょ、マジで、リコちゃん、マジで、ね、リコちゃん見てくれてるかな。サンキマジでみんなかわいい、本当に、いや、本当に本当にかわいい、本当にかわいい、うん、かわいい、本当にかわいい。エンピカとエンリコ、エンリコ、おお、エンリコ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 、でもリコちゃん、リコちゃんって呼んであげて、リコちゃんって感じする、うん、かわいい、リコちゃん、みんなかわいいな。ヒカリコ、あ、ヒカリコ、ヒカリコいいね、ヒカリココンビ、ヒカリコ、ピカリコ、テン様、まだ呼んでもらってないですね。テン様、何呼ばせる、あ、そうしようとしてんの？そうそうそう、あ、そうなの。でもなんかそのメイクさん情報で、うん、なんか本当にテン様って呼んだ方がいいんですかねみたいな。呼ばなくていいよ。いいよいいよ。何でもいいよ。何でもいいんだよ。テン様。でも呼びますみたいな。テン
ってくれてる子もいるみたいで、天様待ってるね。誰が一番最初かな。誰かな。誰が一番最初に呼んでくれるかな。天様。天様。天様。でもあんな三期のさ、みんな可愛いみんなからさ、うん、天様って呼ぶと、何赤ちゃんって言うどうしたのってなっちゃう。どうしたの。可愛いねーってなっちゃう。なっちゃうね。可愛い。私はなんて呼ばれるんだろう。え、エンド。でもエンドいるもんね。ね。ひかりさん。ひかりんって呼んでほしい。ひかりん。あ、ハードル高いぞ。ハードル高い？ひかりんって呼んでね、みんな。まあ、見てるかな。いずれですよ。見てたら、ひかりんって呼んでね。ひか様って書いてあった。ひか様。ひか様。今日クッキー差し入れしたんだよね。そう。ね。そう。みんなね。ひかりがね。頑張ってるからね。三期にね。なんかしてあげたいと思って。そう、ちょっとね、知らなかった今日来てんの。クッキー差し入れしちゃった。サンキちゃん見てるかな。サンキも頑張ってたんだって。みんな疲れちゃったかな。おもてなし会。もてなし会。もてなし会、うん、楽しみだね。見に行こうね。見に行く、うん、絶対見に行く。もてなし会、天下見きれだって。ありがとう。イエーイ。でもさっきまであれだったボサボサだって踊ってたから、うん、ね。ね。汗かいてちゃんとセットしました。褒めて。君たちのためにセットしました。嘘です、ごめんなさい。あ、おもてなしいけない、いけない人いるの？もう決まってるの？そういうの。お、そうなんだ。あ、もう分かっちゃってる感じなんだ。諦めんな。適当なんだよな。気持ちの問題。諦めないで。まだいけるはず。いけるまだいけるよ。気持ちが大事だから。うん。そうだよ。そう、うん、おもてなし、うん、あ、やっぱり当たった人とかもいるんだよ。決まってるんだ。おお、そうなのね。お、いいね。いいね。早いね。2日目行くだ。うん、楽しんで。私も楽しむ。ね、うん、何やるんだ。ドキドキワクワク。え、ね、うちらも知らないしね。まあ、これはやってくれるだろうね。ね、夏の近道、ね、みんな見てるかな。ずっと語りかけてるけどね、うん、見てくれてるかな。見てくれてますかね。なんか M ステも、うん、見てくれてたみたいで。そうなんだ。そう、かわいい。動画送った。なんかグループのね、うん、なんか3期だけの、うん、その連絡取るとこで、うん、送りました。動画キラコと一緒に。いいな。そこ入りたい。キラコと送った。見せてみたよ。ありがとう。早いね。早い。最近のマイブームは？マイブーム？うん、マイブーム何してるかな最近。たぶん、マイブーム、マイブームない。マイブームないね。私もないですね。ないですね。教えてください。なんか、なんかいいもの教えてください。 あ、うん、あ、でも、うん、あのゆっかーさんの舞台は見に行きました。うわー、そうだー、うん、見に行った。ちょっと行けなかった。そう、それがマイブーム。マイブームじゃないか、最近だね。そう、最近楽しかったこと。昨日じゃないな、一昨日。一昨日か。一昨日見に行った。一緒に見てた人いるかもしれない。そっか、名前をね、うん、言ってくれるから。行ったようだって。行った？うん。あ、じゃあ一緒だったね。どうでした舞台？まあネタバレにならない。あ、そうね。そうね。範囲で。ゆっかーさんがね、かっこよくてドキドキしちゃった。うん、かっこいい。感動したって言ってたよ。そうそうそう、感動した。あ、今日行ってきた。
今日行ってきたって。わ、いいな。そうね、今日ね、東京最後かな、うん、今日。うん、すごい大変よね、今日2回もやってるから。大変大変だよ。頑張れ、ミカさん。ファイトファイト頑張って。もう頑張ってるよね、十分。いや、もう本当に休んでください。でもね、最後会った時とかさ、めちゃくちゃもう、うん、ユッカーさんって感じだった。あの舞台のかっこいいユッカーさんじゃない。あ、本当本当にほわほわって光って呼んでくれて、あ、癒され、抱きついちゃったよね、思わず。ユッカーさん癒され、ね、かわいい。早い、初めてだから。止めるんじゃない、でも。あ、そう。おあ、無理だ。あ、無理だ。あー、てんてん。好きな衣装ありますか。ん、好きな衣装ありますか。好きな衣装、うん、好きな衣装、桜坂でじゃない、当たり前か。桜で、好きな衣装、桜でありますか。選べない、全部好きだけど、もうジレンマが好きかな。ジレンマ、うん、おジレンマのあれか、あの水色のやつ、うん、そう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 、あれ好き。あれかわいいよね。2人だけなんですよ、うん、ノースリーブ出てるやつね。ハブちゃんと2人だけ。そうだ、それもあるんでしょ、お気に入りポイント。そう、それがお気に入り。あ、それがね、そう、それがお気に入り。なんか自慢、私の自慢なの。おー、確かに2人だけってなかなかないよね。師匠だからね、私の。ハブ先生私のハブ師匠、ハブミ、ハブの女か。だって、え、女じゃないです。あ、女じゃないです。怒ってる怒ってる。女じゃないです。怒ってるよ。弟子です。気をつけて、みんな。ハブの弟子です。気をつけて、皆さん。そこ間違えちゃダメだから。女じゃないって。女じゃない、気をつけてね。そんな別にいいけどね、全然。ハブ師匠師匠、私の師匠は沼先生です。沼先生ね。師匠師匠見て、師匠丸さん、師匠丸さん、会いたいよ。よく会ってるけどね。うん、今日会ってないな。でも今日は会えなかったね。会ってない、会ってないね。やっぱ師匠見ると元気になる、うん、元気になるね。元気になる。かわいいよね。あ、チョコください。チョコください、どうぞ。ありがとう。ありがとう。どうぞ。ありがとう。もらっちゃった。あ、TGC 見てくれた。ありがとう。あ、かっこよかったよ。見てた見てた。和歌山行ってきました。いいな。本当にね、うん、本当にケータリングのとこ、うん、梅だらけの。梅好きじゃん。そう、本当にね、もう最高だし、最高でした。いいな。もう最後でした。いいな、本当に。早い。リサさん会ったよ。いいな、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 いいな。でも聞いてください、聞いてほしい。なんか、いや、空港で会って、うん、なんか帽子かぶってたんだけど、うんうん、なんかずっと手振って出たの私が、うん、で手振ニコニコで振り返してくれたから、あ、分かってんのかなと思って、うん、思ったら、あ、てんちゃんだったの、かりんちゃんかと思ったって。そこそこで間違える、リサさんってなりましたけど。おや、そう、おやおや。あ、でもね、本当に顔見えてなかったの。あ、で髪で分かったって言ってた。背丈がねほぼ一緒だから。確かに、そう、かりんさんも大きいもんね、背高くて。くりんちゃんね、くりんちゃん、くりんちゃん今日会ったな。そういえばさっき、さっき会った？うん、私会えなかった。道で会った。道で道で会って喋った。ね、声出し解禁だね。だって、あ、声出しね、さっきあれ見てたんだよね、日向さんの。そう、おもてなし会見てた。ヨンキちゃん可愛かった。可愛かった、みんな可愛かった。可愛かった、本当に可愛かった。透明感本当にキラキラしてた。キラキラ。しかもなんだ、ダンスっ
超揃っててびっくりした。あれ好き、ブルーベリー&ラズベリー、うん、聴いてる寄生曲、そう、ニョンキちゃんの曲、かわいい、青春って感じだよね。うん、いやかわいいな、かわいいかわいい、こういうこと心から出てきちゃう。天様って叫んで、天様叫んで叫んで、スクショタイム、いっぱい撮って。さてさて、てーん、はいよ、天様、早いね、天ピカでやりたいことある。だってユニットやる、ユニットやりたい、やりたい、私もねずっと言ってる、やるか、やりたい、あ、TikTok やろうよ、うん、とりあえずね、やりたいやりたい、踊りたい、たそうやりたいの、やりたいんだけどね。じゃあ夏の近道を撮ろうかな。あれあれ好き ね、 いいね、それ好きね、そうあれいいよね、そう TikTok 出たい、私も TikTok やろう、うん、なんかゆいさんとかさ、あのバチバチの感じのやってたじゃない、うん、ああいうのやりたいの、踊ってるね、そうやりたいの、絶対かっこいいじゃん、そうやろ、出たいなって思ってはいる、思ってる、出ます出ます、出させます、お願いします、出させます、ジャマイカビール踊ろう、あー、踊っていいですか、私がずうずうしい、ごめんなさい、ずっと大好きでいてくれる、ごめんなさい、すいません、私踊っちゃいます、あ、ちょっとダメだよ、TikTok で解禁なんだから、ダメだよ、ちょっと何の曲やるか分かんない、内緒、内緒で、ないです、やりたいな、ジャマイカビール本当にやりたい、やりたい、もう大好き、うん、でもね、あの拝んでるだけで、本当にずっとやってくれてるよね、かっこいいよみんなって、うん、嬉しい、なんかあの、うん、なんだっけ、あの初披露の時に、うん、みんながリハ映像を見て、うん、なんかああってなってるところ、私は後から見て保存した、そうすぐちょっとね、そんなにいい、そんなに言ってくれてることを知らなくて、私はなんかね、うん、いやそのユニット曲ってその振付師さんとかが違ったりすると、うん、こう出てない子はさ、うん、全く知らないわけなんですよ、うん、そうね、なんか出てきた、うにょうにょ、なんか知らなくて、また出てきた気になっちゃうなこいつで、なんかまた来たで、なんか、うん、そのね、そのなんだっけ忘れちゃった、あ、そう、フリーレの動画とかも、うん、まあ練習中の動画とかだいたいね、うん、見れたりするんだけど、そうそうそう、それ専用のね、そうそう、ユニットはね、だいたい見れないから、そう、ね、本当に通しリハとかで初めて見るんだよね、うん、あ、そうね、え、かっこいいってなって、その曲だけでもねすごい好きだったんだけど、踊り見るとね、実はジャマビーメンバーと、うん、あのスタッフさんだけのグループがあって、うん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 、そこに送られてました、そうだよね、うん、内緒だったから、メンバーにも内緒だったの、内緒メンバーにも内緒だったから、なんそれすごい、そう、内緒だったから、そうね、なんか姉ちゃんも前好きって言ってくれてて、うん、投資リハで初めて見て MC 出るの忘れちゃったって言ってて嬉しいやら、かっこよすぎて、そう、なんやらね、嬉しかった、伊藤もかっこいいお腹鳴っちゃった、早い、嘘、うん、聞こえなかった、聞かないでなんかいっぱい出てくるよこの辺に、ほら、あ、ほら、流れ星、わーお、わーお、わーおありがとう、ずっと言ってる、じゃーん、いいでしょう、俺もさっき鳴った、ありがとう一緒だね、一緒、お揃いだね、
お腹の音までお揃いだね。あんま嬉しくないかな。嬉しいんじゃない？嬉しい？嬉しい。スクショ止まらん。ありがとうございます。光美人すぎるって。ありがとうございます。嬉しい。マジで大人っぽくなった。そんな言っていただいて。髪切っ。あ、どっち迷ってんだよね今ね。伸ばすか聞いてみたらみんなに。あ、確かに。みんなはどっちが好きですか？長いのと長いのと短いの、これと、そう、私は今悩んでます。伸ばすのか。まあまあでも髪切った女の子にさ、うん、こんなバッサリ切った女の子にさ、前の方が良かったなっていう人どうかと思いますけど、ね。おお。言ってますけど。急にね。急に。あら、どっちも。どっちも分かってる。どっちも好きか。もう長いのって。長いの？長いの好きなの。かっこいいよね。わかる。ギリ前髪よりみたいだって。おお。前髪。いいね。いつぶり？三年くらいない。2年くらいか。わお。あげようか。前髪もらっちゃおうかな。あげようか。もらっちゃおうかな。もう邪魔なんですよね前髪って。聞いてください。邪魔なんです前髪って。ちょっと前まで伸ばしてたよね。え、そうだよ。伸ばそうかだ。伸ばしちゃうか。あれ可愛かったけどね。伸ばしちゃうか。伸ばしちゃうかじゃあ。しょうがない。光が言うんだもん。そこまで言うな。伸ばしたいだけ。ただ。え、でも前髪も、ね、前髪も好き。え、そう。うん。私も好き。うん。ね、好き。自分で、ね。センターパートいいよね。センターパート。本当ですか。そう。ありがとうございます。ピンクに染めようだって。ん？桜だからかな。うん。ピンク可愛いよね。か。可愛いよねピンクって。大冒険だね。大冒険だね本当。オールバックしてほしい。ビビーでよくやってるよ。ね。オールバック。ね、あれ似合う。私毎月読んでるから。毎月読んでるから毎月読んでんの？毎月読んでる。うっそ。本当に買って読んでるよ。え、うそ。そうだよ。え、嬉しい。当たり前じゃない。ありがとう。当たり前よ。ありがとう。こっち越しで。こっち越しで言う。ここ越し。ここね。画面越しでね。そう。嬉しい。上村さんもね、うん、仮も読んでくれてるらしい。うん。ビビ可愛いって言ってくれる。そう可愛いの。でもねビビモデルって本当にみんな可愛くて、うん、しかもね中身まで天使なんです皆さん。本当に本当に天使なの。あの本当に皆さんで撮ってるのあったじゃん。うんうんうん。あれが本当に物語ってる。物語ってる。仲良しそうで仲良しそうっていうか。いやねみんなめっちゃ優しい。いい空気だなと思って。TGC でその、うん、なんだ歩いてない時、うん、裏でもね喋ったりしてる。うん、いいね。いい天使。あ、澤部さんとのコラボだよ。あ、そうだ皆さん見てください。澤部さんとあのさんビビで新天地っていう連載もさせてもらってるんですけど、うんうん、そこでね、あ、そこじゃない、それはねビビモデル×イケメンっていう企画があって、うんうん、そのイケメンっていう枠で澤部さんが出てます。澤部さんイケメンなので。イケメン、え、でも本当にいや本当にね、うんうん、なんかなんて言うのかな、うん、画面なん持ってかれちゃうんですよ全部澤部、うん、さんに。その映えちゃってなんかその本当にビビの、うん、読んでなんかディレクターさん編集さんとかも、うん、澤部さんみたいなすごいですみたいな本当に、かっこいいですみたいな。あ、まあ可愛いの方が多かったかな。あ、確かに全部持って帰って、ね、ちょっと澤部さんの絵が強すぎて、うん、頑張ったんだけどもう全然無理だった。さすがスターだなと思って。あ、ポカポカ見てます。ポカポカね出たいの私。うん、出るね、いつか。お肉 300g 当てる、頑張って。ポカポカなんかお肉切って 300g ぴったり、うん、なんか取れたら、うん、もらえるのかなお肉を、企画がね、あるんだけど毎回。
いいね。出る。私でもあっちで出たいです。あのさ、うん、なんかね、外で見てる視聴者さんかな、うん、の方がいらして、うんうん、そこも映してくれるの、うん、そのガラス越しにね、こうやって喋、うん、ったりして、そうなんだ。そっちで出たい、どっちかというとね。みんなで行くか。だって行こう、いつか行きたい。いいね。ポカポカめっちゃ早い。コンセントレーションしてだってかあれ、ガラス越しにガラス越しにってこと。コンセントレーションマリノ元気だよ。マリノは元気ですよ。急にマリノ、私のマリノ、いっぱい来た、いっぱい来たね。急に私のマリノ急に25,000人いる。25,000人いる。あら、すごい。本当だ、ありがとう。日曜日だからね。皆さん何してましたか。今日は素敵な日曜日を過ごしてますか。何したのかな。日曜日人いっぱいいたな今日ね。言ってたね、うん、外に人がいっぱいいました。マリノ様、マリノ様みんな元気だよ。キラコね、キラコ元気だよ。さっきさっきまで一緒にいた。頑張ってた。さっきまで一緒にいたよ。頑張ってたよ。おのりずっと頑張ってた。あ、そうね、今日そこさくだね。おう、あ、そっか、日曜だから。そうだ、今日何の企画だ。今日なんだ、わかんない。今日は皆さん教えてください。グルメかな。あれ、ヒット祈願。あ、もうヒット祈願。あ、ヒット祈願って書いてる人いる。うん、前グルメだったのか。グルメやってた、うん、うんうん、レナのねやつね、うん、レナのデート、レナね、もうデート動画可愛かったな。レナしか映ってなかったね。写真ね、可愛かったそう、来週リリースですよ皆さんね。あ、 CD 持ってくればよかったね。そうじゃん。そうだ、 CD、ユニット名決めよう。だってここの、うん、天ピカ、天ピカでいいんじゃないの。天ピカどうですか。天ピカ、天ピカでいいですか。天ピカで、じゃあハッシュタグ天ピカで天ピカ、ハッシュタグ天ピカでつぶやいてくださいみぐりいくよ。みぐり待ってるよ。お、もうすぐだね。みぐりもね、待ってる、待ってるよ。やっぱミーグリとかでしかね、なかなか喋れないからね。そうなの、そうなの、来てほしい。楽しいよね、ミーグリ。楽しい、めちゃくちゃ楽しいのよ。何しようかな、髪型ね。長いから何でもできるじゃん。うん、そう、いろいろね、やるの。私何しよう、何してほしいですかあ、いてててこれでできる髪型大丈夫、うん、でもなんかつけるとかもできるね。猫耳つけたり。クジラとかどう。だってクジラ、クジラ可愛いんじゃない。どういうこと、クジラかってね、つけるってこと。クジラ、クジラをツインテール、高めのツインテールできない、できないってなんかできないんですよこれ。ちょっとこうやってちょっと取るとか。ハーフツインとかならできるかな。うん、ハーフツインね。ちょんまげとかは、ちょんまげ、ちょんまげやっちゃおうかな。じゃあやっちゃうか、やっちゃうかなポンパドール。あ、ポンパドールね。前髪だけ上げてやってたかも、ポンパドール、ね、ちっちゃい頃よく。私もやってた。やってた、自分でやってたの。ダンスの時やってた。あ、そっか、ダンスやってた。そう、ハーフツインだって。ハーフツインやろう、決まり。ハーフツイン、ハーフツインやるね。私もやろうとじゃあ同じ日にやろうよ。いいよ、クマもやろう。クマ、クマいいね。クマやろうか。うん、クマやろう。ウサギできる。ウサギってどういうことですか。ウサギ、ウサギこういうことになりました。髪出るかな。なんかでもつける、髪で、うん、あ、つけるって
ユニバ行きたい。ポンパドールってパン屋さんやん。うん、ああパン屋さんの名前であるってことか。ポンパドール、うん、あるんだ。うん、あるある。あるの？あるよ。あ、そうなんだ。ポンパドール。へえ、やってた。あ、インスタ見たいって二人の。インスタ？あ、始めるかって？ね。始めてほしいって？うん。どうしようかな。ねえ。やってみたい気持ちあるけどさ、ね、でも。いいんじゃない？ね、なんか上げてみたら。そんななんかできるかな私なんか。できるよ、誰でもやってるもん。続くかもは。確かにね。もう最近ちょっとブログ頑張ってるから、ブログとえらいトーク頑張ってるから。いいね。うん、そこでいっぱいかも私。うん、インスタまでいっぱい。インスタまでいけるかな。でもインスタは自由だよね、みんな結構ね。楽しそうだなとは思う。うん、楽しそう。あ、そう、みーちゃんのインスタの撮ってます。あー、いやー、聞いてください、いいね、皆さん。それもあれなんですけど、うん、なんか私ストーリーをみーさんと撮ったの、うん、うんうん、撮って載せたのね、うん、なんかミッフィーちゃんのなんか、うん、スタンプ、うんうん、をつけてたんですけど、なんか次の日かな、うん、なんか次の日とかかな、うん、なんかかりんとねあげてたんですよ。あ、嫉妬ですか。いや、嫉妬ではないです。嫉妬じゃない、はい、怒ってますよ。あれみたいな。あれ、私はって。いや、なんか私はっていう違うスタンプ使えばいいじゃないですか。ああ、そういうこと。でもね、もう約束しました、私とストーリー撮るって。嫉妬やんって。え、全然嫉妬じゃないです。やきもちって書いてあるよ。全然やきもちじゃないです。あ、全然違うんか。全然違うんか。怒りました。でもすぐ連絡入れました。あ、でも私みーちゃんのインスタに寝顔、うん、寝顔、クールの、ほう、休憩時間に寝てた。私端っこ一人で寝てたんだけど。あ、見てないの、それ。写真がね出てんの。そう、載せてもいいって言ってくださって、いいですよって言ったら寝てたね。寝てた。寝てたんですよ。いや、だってね、長かったよね、あの日ね。ちょっとね、夜遅かった、ね、私も寝た。うん、ちょっと一人で端っこで寝てまして。撮られてた。撮られてまして、全然気づきませんでした。寝顔かわいいだって。かわいいんですか、寝顔って。寝顔はね、かわいいでしょ。初めて撮られました、寝顔。寝顔、うん、撮られたことなかったし。そう、そう、でも全然気づかなくて、本当にいつ撮られてたんだ。日もずっと見てて、見てた、寝てるって思ってた。光あれば寝てるな。そう、あの子寝てるな、寝てるなって思った。うん、あら、えのき、えのきって何、えのきって。え、あれ、あのなんかマネージャーの携帯に眠る秘蔵映像みたいな。はい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 、叫んでたね。えのきって叫んでるんですよ。いや、しめじ、あんなことしかしてない、本当にごめんなさい。裏では本当にあんなことしかしてない。本当に私はいつもそれを遠くから見て、うん、いいな、楽しそうだなと思って。嘘、見てるよ。言ってきたらいい、エレンゲーって叫びに来て。叫びに来たらいいのに。マッシュルームでもいいよ。そう、入りたいなって思って、いつも端っこから見てます。いいんだよ、いつでもおいでよ。そう、楽しそうな光に、エノキーって言いに行こうか。エノキーって来たら、じゃあしめじとか。あ、しめじ、松茸って書いてある。松茸とか、松茸っていうね、じゃあ。椎茸、ブロッコリーは違くない。ブロッコリー。ブロッコリーって書いてある。かわいいけどね。毒キノコなめか、ブナシメジ
みんなもうすごいキノコしか言わないじゃん。もう大丈夫大丈夫、もうもういいもういい、もういい、ありがとうありがとう、終わり、ありがとう、やばい、いいよ、ありがとう、もういいよ、いいよ、もう大丈夫、キャスタバーって、いらないいらない、終わりね、大丈夫、いらない、ありがとう、送ってくれてありがとう、面白い、全然関係ない、イワシって言ってる、なんだっけな、あれ、なんかでもとりあえず発作が来たんですよ、もう大声出したいっていう大声出したいっていう、二期あるあるじゃない、そう、いつものこと、なんか急に大声出しますよね、みんなね、今日もずっとなんか騒いでた、一緒に騒いでた、うん、私はね一人で待ってましたよ、みんなのこと、そう、ありがとう、なんかね時間でちょっとお昼くらいからずっとね、そう練習してたんです、曲がね違ったんですよ、うん、フリー入れの固めとか、そうそう、そういろんな曲一日でやってて、ね、ちょっとね一人で待ってました、空き時間がねあったんだよね、でお散歩してたら美味しそうだなと思ってクッキーを買いましたちょっとねクッキー頑張ってたらさ、ちょっと応援したくなっちゃうしさ、うん、可愛くてもうすでにね可愛くて、一回しか会ったことないんだけどね、本当に可愛い、みんな本当に可愛くて、もう何かしてあげたいと思っちゃって本当に可愛くてね、もらった時の動画もさっきね、うん、マネージャーさんから見せてもらってね、本当に可愛くて、お辞儀してくれてんの、可愛くって、本当に可愛い、みんな可愛い、可愛いんですよ、みんなスパイダーマンしてって、やめとこうかな今日は出さない、うん、ちょっと出せない、ちょっと押さえて、押さえとくか、最近すぐ出すやん、ね、すぐ出せ、ごめんなさい、控えめなんで、はいはい、ドキュメンタリー感動した、光元気、そう、光ちゃん元気ですよ、ね、光さん元気ですよ、キラコとルンちゃんと3人でいました、さっきまで、あ、そうなんだ、うん、キラがね、うん、変なポーズ大会しようって言い出して私は審査員をやりました、あ、そこでも審査員、はい、審査員やりました、いいですね、ルンちゃんの勝ちでした、あ、そうなの爆笑かっさらって言ったよ、行く直前に、見たかった、面白かったよ、やってもらおう、見たいでしょみんなも、うん、キモいください、キモい、うん、キモいは言いたくないな、嬉しいの、みんなキモいって言われたら、嬉しい、嬉しいの、嬉しいんじゃない、嬉しいの、嬉しい人もいる、いキモい、とキモいは私言わないです、キモい NG でお願いします、ちょっと NG なんですいません、身振りでね、うん、自分の顔をスパイダーマンにしてる、うん、なんかこの前、うん、そうスパイダーマンのおもちゃもらったんです、おもちゃ持ってくればよかった、喋るの、スパイダーマンが喋る人形みたいな、そう、こんなね、すごいみたいな、かわいいの、あれ持ってくればよかった、今日高校卒業です、だっておめでとう、頑張りましたね、そんな時期かあったね、おめでとうございます、キラちゃんの、キラちゃん、キラちゃん、キラちゃんじゃないよ、お腹鳴った、聞こえた、聞こえた、うん、聞かれた、みんな聞こえたかな、ダメだよ聞いちゃダメだよ、ダメだよ、もういっぱいなんか降ってきた、降ってきた、ダメだよ、テスト、もうそろそろじゃない、そうなの、テスト、入試、うん、あー、そういうことね、入試はやってるよね、あら、2週間後入試、頑張って、できる、できるよ、勉強してきたんでしょ勉強したことをね、そう、自信に変えて、そう
そうそう、テスト頑張れ。もう頑張ってるよねきっとね。ペンも頑張ってるよね。頑張ってない勉強頑張ってるから今日は私のママから、うんうん、あそうなの、ママありがとう光ママありがとう本当なんか私のねママがねアメちゃんくれた、天のこと大好きだから美味しそうだね、うん、アメちゃんくれた蜂蜜屋さんの飴を、そうすごい良さそう、ね、あれ、ね、すごい体調心配して優しい本当に、てんちゃん、てんちゃん元気って、え光ママ本当に、うん、本当にいい人だった、てん、てんのこと好きなのよママ大好きなの、ママめっちゃ優しかったな、ママそうそうですよ、そうこの前もお菓子くれたし、リラックスそうリラックスタイムにいて、そうお手紙ね食べてねってお手紙書いて、かわいい今も可愛いんだよねめっちゃ、そう、めっちゃ可愛い、明るいよね、そう明るい、ね、ハッピーよね、ハッピー、そうピーママに会ったことあるんですよライブの時にたまたまね会いに行ったんだよね、押しかけちゃった、見に行ってたからね、勝手に押しかけちゃった喜んでたよめっちゃ、うん、あらてーちゃんみたいな、もうねもううちではもう知ってる存在だからさ、天のこと嬉しい、だからね初対面な感じじゃなかったよね、そうそうそう、お友達みたいな感じでさ、めっちゃ綺麗なママだった、みたいな、めっちゃ綺麗だった、ね、喜ぶと思う、うん、これ見て、あ見てるかな、見てると思う、めっちゃ綺麗、今日見れるのって、うん、どうやったら見れるのって聞いてたから可愛い可愛いよね、おもうすぐ3万人だって、嘘、そんなたくさんの人が見てくれてる、ありがとうございます、ありがとうございます、忙しい時期なのにね、ねえ明日から、うん、ありがとう、明日から月曜日頑張ろうね一緒にね頑張ろう、えらいえらい、光ママ可愛いんだよそう、ん桜月目閉じてダンスしてる、ああねよく気づきました、すごいね、あれはちょっと目閉じてダンスしてますね、すごいと思う、目閉じてる、最初の方はねちょっとチラチラ見てた、怖くてちょっと開けてた、うん全然開けてた、怖いよね、怖いんですよ、いや本当にね怖いの、目閉じてターンするのとかね、ぶつかりそうだよね、うんぶつかった、ぶつかった最初はしょうがない、ごめんね、今日誕生日です、あおめでとう、カウントダウン TV、 おお明日だね、見てください、楽しみにしてる、ぜひ見てね見るね、楽しみ、見て見て、クールも目指してだって、クールも目指して、クールでも出たいね、あそういうことか、うん、出た、クールいい曲だよね、ねえ見てほしいな、うん、いい MV ねえ、うん、監督もね初めましての方だったんですけど、そうそうそう、とってもいい方でしたね、うん、お3万人行きました、うん、ありがとう、ようこそ3万人の皆さん、ようこそ、ようこそ、ありがとうございます、3万人も腰を鳴らしたい、見られているっていう3万人の前で、すいません、3万人の前で腰鳴らしちゃった、内の点がすいませんすいませんすいません、ごめんなさい、ごめんなさいずっと座ってると疲れてきますよね、ね、そんな時はねこうひねるといいんですよひねるといいです、はい3万人の人、お、桜カフェ、おお何これ、なに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 、すごい、トランプしようよって持ってきてる、すごい桜カフェ来て待ってるね、何出したメニュー、うん、いちごカフェラテみたいな、いちごカフェラテ、カフェラテにクリームが乗ってて、うん、いちごが乗ってるやつ、うん
美味しそうが好きで、うん、あんま見たことない。カフェラテとイチゴが好きですって書いてあった。あ、そうしたら一緒になって出てきた。すごいですすごいでした。ペペロンチーノ食べたって。私はね、ペペロンチーノ、ペペロンチーノ食べてほちいのって書いてある。うん、かわいい。これヒカルとね、ヒカルが考えた方。あ、そうなの、かわいい。私のメニュー名なんだったっけ。普通だった気がする。あ、そう。でもね、そういう子もいるよね、うん、なんか。あ、でもね、メニュー名は普通で、私も。あ、そうなん、一言コメントみたいな。そうねそうがね、そんな感じ。ホチーノ食べてホチーノもうすぐバレンタイン。そう、バレンタインですね。いつ、世間は14じゃなかったっけな。今日は何日ですか。ちょっと見ていいですか。12だって。12日2ってされました。12だって。12です。バレンタインキスあらやって、もっと前行って。あー、かわいいいいね、かわいい。どうぞどうぞ。キャーン、かわいい。光の女が増えますね。光の女光の女ね、いるの。いるんだよ。うわ、見ぐりにね、来てくれた子、うん、いいね、見てくれてると思う、多分。光の女、ね、私もなっちゃうかな、ね、いるでしょ。止まった。あ、止まった止まった、止まっちゃったか。あ、止まってる。動いてます。あれ、あれ、覚えてるって。止まってる。かわいいって書いてある。コメントもね、止まっちゃったの。かわいいって書いてある。止まっちゃった。こっちで見ていいですか。ありがとうございます。あら、こっちでコメント見よう。動いてるよー。だって、よかった。こっちはね、そう、こっちは、ね、止まってます。止まっちゃった何人いるの、光の女だって。え、何人いるんですか私わかんないでもね、ミーグリに来てくれて、うん、そう、光の女になっていいですかって、そう言ってくれた方がね。決まった。ごめんね、みんな。どう来た、どうどう来た。あ、来た来た来た。ただいま。ただいま。戻った戻った。戻ったね。ただいま。よかった。ごめんね。なんか止まって消えた。申し訳ない。すんません。ただいまです。すぐ戻りました。でも復活。虹出ました。虹が出た。戻ってきてよ。あっち。あったかそう、これ。今日暑かった。これで踊ったらね、うん、私も今ね、着替えたけど。着替えた？今日ね、裏起毛のパーカー着て踊ったの。やっぱ暑いよね。汗だくなったよね。半袖でいいかも。うん、トランプ出てきた、またコツ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 。レナもさっき言ったね。あ、レナいた。いたね。さっきまで喋ってた。そうそう。ゾノの写真集はまだ見てないですね。見てない。でもあの先行配信の写真は見ました。うん、あ、そう。すぐ可愛い。釣り川両手で持ってるやつ見て。可愛 い, いって送った。可愛 い, い。全部可愛かったな。可愛 い, い。透明感やばい。3枚ぐらい出てたよね。出てたね。うん、あの電車の中の。釣り革、あれ可愛かった。あれ可愛い。めっちゃ可愛い。あれ、それやってたって。半信半疑。懐かしくない？半信半疑だって。半信半疑も踊れないかもしれない。私本当に踊れないかも。無理かもしれない。踊れるかな、半信半疑。うまいだ。うまい、ありがとう。てんちゃんのアイソレ好きだって。私も好き。 あ、なんかなんかなんかすごいなんかアイソレしすぎてさ、もう私生活に支障をきたしてる気がして。何なんか普通に違う、本当に普通
のに、なんか、うん、今それやったって言われるの。あそう、あのねユニバの CM もうちょっとアイソレ入ってるって言われました。本当メンバーに、そうメンバーに言われた。無意識で出ちゃうんだ。え、そう本当に。すごヒカルがねニヤニヤしながら、ねよく見つけたからね本当に。あ、見ました？見たよってね、みんな見たよね。ね本当にね、そう、うん、やる。え、そのシーンわかるっていう人いる？すごい。違う、本当に、うん、そんなつもりはないの本当に。でも、本当に私生活で入っちゃう、うん、愛され喋るだけで。あ、お、え、あと1分。え、嘘。そんな。え、早い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 。またやろう。でもやるやる。やだ。やっちゃおう。まだ。くー。ねってさ、1時間って長いのどうなのみたいな。そう言ってたら、そう短いでしょ。早い早い。めっちゃ早い。そう。びっくりするくらい早い。延長しましょう。一応できるのかな。皆さん、へへ、スクショタイム。近づくか、これ見るか。イエーイ、ありがとね。元気でね皆さんね。またやります。勝負やる。またテントやる。やりましょう。楽しかった。やりましょう。楽しかったね。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったよ。のんびり喋っちゃった。なんか今日ね、眩しいからなんかこうなるねいいでしょ。天の女第一号。天の女天の女募集してます。募集中です。嘘です。光の女です。光の、え、私光の女ですか？光の女です。光の女にされちゃった、はい、私ハブの女にも私を肘でもならないと思いながら来てたんですけど、光の女です。光の女になっちゃった。私はでもハブの女でもあります。またやってね。やるよ絶対。テントやるね。やりましょう。また待っててね。待っててもうドヒドヒ。TikTok ね。 TikTok 絶対やる。やるよ。やるやる。待っててください。やりたい。私はやりたいのでいつでも待ってます。 TikTok やろうね。うん。ゆっくり休んでね。ありがとう。みんなも休んでね。ね、みんなもね、明日から平日だけど頑張ろうね。頑張ろう。一緒に頑張ろう。ありがとう。いいんですよ、まあ頑張らなくても。そうそう、時にはね、やることやってればね。時には休むのも大事。やることやってればいいんです。えらい。みんなえらいよ。みんなほんと。もうそろそろバイバイしね。名残惜しいけど。じゃあ頑張らんわ。ちょっと頑張れ。頑張れ。まあ頑張るとこだけ頑張る。そこ作見て明日も。あ、そうだ、そこ作見てください。そこ作見て明日も頑張りましょう。見てねみんな。私も見ます。夜更かしダメよ。でも夜更かしよ。そこ作見ちゃったら ね、夜更かし、まあ、そこ作見たらもうすぐ寝てください。ぜひそうしましょう。みんなマストですよ。見てください。暇は今で見たら寝てください。はい、はい、寝てください。ぜひぜひ。約束です。三坂道ね、見ていただいて、ね、リアタイして、うん、そう見てください。じゃあバイバイするか。バイバイ。またねみんな。元気でね。バイバイ。またね。またすぐやりましょう。とりあえず TikTok やるので待っててください。待っててください。バイバイ。バイバイ。せーの。